原稿辞表をするときに、床に辞表をするときにトレーニングで、頭を守ることできるじゃないですか。頭を打たないでくるって、ランニングし、戦法ができるから、それを活かして、ね、お尻から自分で座る練習もしていったら、お尻さえストンとならなければ、その自分で座れるようになってくるってことですね。はい、じゃあちょっと、膝をゆっくり曲げて、やってみましょう。前に行かないように、前に行かないように。そう今だったらこれ床硬かったら、ね、大変だと思いますけど、ね、はい、どうしてこのように最後まで握って今で6人で立ててたら、ある程度じゃあ膝曲がったら左手で支えることができるからちょっとやってみましょう。左手おー、いいじゃないですか。どうする？良くなった。何が良かったですか？良くなった。受け身です。柔道でいうとこの、ね、巴投げされた時にバーンっていう受け身です。はい。前にだけ行かないようにね。おー、めっちゃいい感じですよ。西野さんもすごいな、言うてるわ。おっ、西野さんも、おのような拍手が聞こえました。いや、今度は皆さん、一緒に出してくれるんですよ。はい、どうぞ、こっちなんですよ。外します。手ついたときにね、捻挫したらダメだ。こういうふうにじゃない。しっかり手のひらで地面に支えるだけね。はい、手を行きましょう。ゆっくりでしょ。ゆっくり、ゆっくり。